聖書をお読みいたします。本日の聖書の箇所は、イザヤ書第四十三章一節です。口語訳、旧約聖書の千三ページになります。本日は、この聖書の箇所より、なぜ大丈夫と言えるのか。と題して、田中信夫牧師に説教をしていただきます。それでは、聖書を読みいたします。 旧約聖書1003ページ、イザヤ書第43章1節。ヤコブよ。あなたを創造された主は、こう言われる。イスラエルよ。あなたを作られた主は、今、こう言われる。恐れるな。私はあなたをあがなった。私はあなたの名を呼んだ。あなたは私のものだ。 お祈りをさせていただきますで父なる神様このようにして会場におられる人また2階3階でご一緒にビデオを見ながら同じく日本各地また海外の人たちも画面を見ながら神の家族としての神様の豊かなぬくもりに満ちた 交わりそして主に礼拝を捧げることができることを心から感謝します今日お初めての方もいらっしゃいますがまた様々な状況下にある全ての人をあなたは覚えてくださることを心から感謝し主イエスキリストの皆によって祈りますアーメン皆さんようこそおいでくださいましたまた会場で画面を見ながらそうですね、ご一緒できることを心から嬉しく思います まあ、あの人々がね「工場教会は、うん、大丈夫教会一元教会」そういうふうにおっしゃる人がいますがそうですよねその「大丈夫」ってどういうことなのなんで「その大丈夫」って言えるのっていうのが今日のタイトルですがまあでも今日のね体験談よかったですね。まあ非常になんていうかこう「大丈夫」っていうものがね 生活ののの中でどのよううに花開くのかということがもう,具体的に見えるもう今日気聞きになったしまた画面をご覧になっているあなたもそうですよねあなたの家庭は今日はですね素晴らしい夕方が見えてきますもの。え何うちはもううちの,あの主人はもうちゃんとあのあ終わった後はは田さんのところもそうですけどもうちゃんとねあの丼、ー、もねもみんな鍋も洗ってる。 大丈夫、「さらに言い続けてごらんなさい」「たまには俺が作るか」<laughs> それが今や毎晩ね奥さんの腕をはるかにしのぐほどに近いほどのねお食事を皆さん終わりがないですものね「あの神を信じるってどういうこと?」って聞かれたらもうその通りですそれは「感謝して生きることですよ」「ありがとう生きることが神を信じること」「なるほど」 私はあの神を信じていますと言っても不平や愚痴で感謝が出てこないと少しそこに距離ができてるっていう印にもなりますねそのなぜ大丈夫と言えるのかそして彼女が教会に来てご奉仕をしながら最近は私たちの教会は今までは神道をね皆さん 育ててていいただいてスタッフの人が皆さんに支えていただいて癒され成長しながらご奉仕しながらってそういうスタイルでしたけれどこれからはですねみんなが、ね、主役で彼女はそのようにして教会にしてご奉仕する中でご奉仕して何かこう、うんえね、失うんじゃなくしてねそれ以上のものを、ね、得て。 そしててご家庭にあって具体的な話を、ね、な話ねんだかご主人が尻尾を振るあしっ尻尾を振るんじゃなかったあの、うん、ねということですもんねいやー何かこうユーモアというかぬくもりに満ちたお話それが私たちの神の家族のこう特徴というのはね頭でいろいろ理解をする気持ちでもわかるでも具体的にこの行動が形が 親子関係があるいはあなたの人間関係があなたの健康が具体的にこう豊かになっていくそういう実態のあるそれがこの「大丈夫」の正体というか中身というわけです。ね、なぜ「大丈夫」と言えるのかという聖書の言葉がイザヤ書の43章のすでに読んでいただいたところもう一度この音を出さないようにということですけれどまあ,あのマスクしていらっしゃいますからね あの口を動かしていただくことは大丈夫かと思いますがよろしいですか三、はいミヤコブよあなたを創造された主はこう言われる」「イスラエルよあなたを造られた主は今こう言われる」「恐れるな私はあなたをあがなった私はあなたの名を呼んだあなたは私のものだ」ここが「大丈夫」の出どころです。3つありますねあなたは私のものもだ 神様がね、あなたは神様のね属するもの、神の家族のあなたが中心だこれがあなたは私のものだという意味ですね2番目。という江戸もピンとこない何かこうぴったりはまらないあの方の証のように自分はできたらいいと思うけれどまだ距離があるなそれを埋めるそのために一つなった神イエス・キリストが あなたたをそううできるようにししてくださいましたこれがあなたを贖ったそしてそういうふうにできるようになるそしてそこに足し算掛け算の夫婦関係人間関係が生まれるその大元は何かというと一番このポイントは3つ目の「なぜ大丈夫」と言えるかというのはこの「私はあなたの名を呼んだ」ここが大きなテーマになります。 でも一つずつ追ってみたいと思いますがあなたは私のものだどういう意味でしょうか聖書を見ながら見ますと2つ書いてますねあなたを創造された主そしてもう一つあなたを作られた主神様は創造主でありこちら見てつまりね全体 全て永遠を作られた方がある人が「永遠の命」っていうのがよく分かんないな言葉分かるけどとおっしゃいましたそうですよね限りある私たちですから限りあるものが限りない世界っていうのは言葉で分かるけど何か腑に落ちるというのはうーんとても大変なことです。ですから「あなたは私のものだ永遠全体それを神様お救いになりましたよ」 そしてまた同じようにそしてあなたたを作られたどういうことでしょうかつまり「大丈夫」のよりどころは「あなたは神様のぬ、ね、くもりの中で生かされているんだよ」「あなた一りぼっちに思うかもしれない孤独かもしれないそんなことないよ」「もう自分は最後の一番最後の人間だ」と思ってみんな自分の前にねさまざまな人がいるのに自分だけが最後と思うときに振り向いたらいい。 あなたの後ろに私がいるよまあこのニュースでみんな励まされるのはこのオリンピックに、ね、金メダルを取るであろう選手がねまあ血液のがんにかかり、ね、そしてもう大変なことになる、まあ、そのがんからね病気から回復に戻るということだけでも大変なのにもうひとたびね なんとね、うん病気が治って普通になりましたじゃなくてもう一度そのオリンピックのね選手として活躍するというのが昨今の大きなニュースでそして彼女は言いましたものねこの苦しみの中で困難の中で、ね、努力は報われるですからそういう状況になくてもさまざまな状況の中で困難を極める人にとってそうだ大丈夫だ この一つやってみようやめようと思ったけどもう一つやってみよう努力は報われるという言葉で大勢の人々が励まされ強められた皆さんもうそうかもしれませんただねこっからですよ努力して報われる人はほんの一握りなのよ一生懸命やった とにかくできることを一生懸命やったのになんで私は落ちてしまったのかねえ一握りの努力してそのできる人でもほとんどの人が努力に報われないで、ね、その頂点に頂点に立つ人は一人二人いや、ね、でもそうでない人が大勢いていや私もその口だという人もいらっしゃるでしょうしいや 努力は報われるって励ましたんだけれど一生懸命やったけどなんで私は、ね、このまま貧しさあるいは健康のこと、ね、勉強のことなぜ皆さんそういう問いを受けたらあなたはどんなふうにお答えになりますかなぜ大丈夫と言えるんですか。そ,の通りですそれはねそこがだんだん分かってきたっていう人がいるんでもう一回言いますよほら。 マラソンで42.195ドンとスタートして今1 0ル走った人とあと1 0ルでゴールに人もそれは同じなんだよどうも分かんなかったけどだんだん分かってきたっていう人がねいろんな形で報告をしてくださる。つまりどちらがね努力が報われる人もいるし。 報われない人もいるけれどその祝福は同じなんだっていうことが少しずつ分かってきました。こういうことですね。大丈夫の論拠はつまりねあなたはその位置にいてなんで私はビリなのと言ってもね、あの一番の先頭を走っている人もあなたも神が作られて 神様が大丈夫とおっしゃる手の中のただ右と左にいるだけでその祝福は全く等しいということで,うーんでも一旦世の中に出るとえとにかく1秒でも1円でもそういうドゥイング比べ合う世界の中にあっては なかなかこう、なんか言葉でわかるようだけど、ストーンと落ちないなって。おっしゃいますかね。教会でたくさんの人たちが。全国から時には海外からですね。また、うちでは。そういう専門のね、カンセラーの会社に。えー、名を置いて、カウンセリングしている先生が、昨日の朝、こう言いました。いや、最近のね、先生ね。カウンセリングはね、もう一律に、どういうこと。とにかくね。 とにかく一生懸命やりたいと思うんだけど、とにかくこう外に出られない。ね、も,うもう横との交わり、ね、その会食もできない。そう、そう、そういう中で本当に困窮している。いやがおうでも横つながりがないから上を見るしかないんだ。でも上を見るっていう世界を聞いたこともないし体験したこともないので、 どういうふうにしていいかわかんない。こういうような、このような、ね、この質問。昔、あの、子供さんに答えるね、そういう番組。こう書いてましたよ。昔はね、キリンは首が長いんですが、どのようにして寝るんですか。こういう質問が多かった。で、これはね、もう専門家がね、じゃ、動物園に電話してみましょうとかね。 と最近の子どもは幸せって何ですかこういう質問だってねまさにコロナの時代と言わなくても一体何のため一体私はねこの先どうなっちゃうの一生懸命私努力したし今もしてますでも道は開かれそうもありませんそれなのに大丈夫ってなぜおっしゃるんですかと言われたらあなたおっしゃるでしょう 確かに人間の目から見るとえ大きい小さいがある勝った負けたもあるうんでもどちらも神が作られた全体大丈夫という中でそうあなたを作られたその大丈夫の中であなたが存在してるんですよですから大丈夫を体験してそれを味わうと今日の体験談のようにそれを自分の世界に落として 大丈夫というお話ではなく大丈夫をあなたが味わうこれがクリスチャンの特権ですね皆さんもご覧になったかと思いますけれども朝日新聞に大きく載っていました最近の新聞からですが祈ってくれた看護師さんへ今度は私がというタイトルですが皆さんもご存知の作家の高殿さんがですね窓川さんが こんなふうにこの大きなこれはこのコピーですけどそのままの大きさで大きな紙面を費やしている彼女はね大きなその祝福そしてそこで自分つまり大丈夫を体験すると自分が大丈夫のねこの視点になっていつの間にか視点が本点に変わっていくというそういう流れです。 ここの高野さんがこう書いてあります手術のために入院することになった初めてのそのような状況の中で非常に不安になるそしてその病院に行きますとそこはキリスト教系の、ね、そういう病院であっはっきりとキリスト教病院という名前をね えー、名前を出すそういう病院もありますがいずれにしましても、うん、そのキリスト教系の病院で「2泊3日で内視鏡手術を受けることになりました」「全身麻酔とはいえやはり手術に不安と恐れを感じます」「家族の顔を思い出して万が一のことがあったらつらい思いをさせるかな」なんていうふうに感渉にもふけていました。これから手術室に移動するというタイミングで 病室担当の看護師さんが来て「お祈りしてもいいですか?」とこう言ったそんなこと言われたことないからえ驚きつつも「どど,どうぞ」と答えるとお祈りが始まった看護師は幼い年か少し私よりもあごめんなさい同,じ同い年か少し自分より若いくらいの女性で手を前に組んでこんなことをつぶやいた。 まあつぶやいたじゃなくて祈ったっていう書いてもらえてるんですけどいやいやこれ,これ,これ書いて通りにいました「無事に手術を終えて健康を取り戻しご家族のもとにお帰りになることができますようにどうしていいか分からずただ祈る姿を眺めていました」「手術の前患者さん全員に毎回同じように祈っているのだろうかここで働く人は皆クリスチャンなんだろうかと思いながら」 祈りが終わった後お祈りなんてされたのは初めてでちょっとドキドキしましたと伝えた彼女は祈りは病院から強制されているわけではないが働いているうちに自然にお祈りして差し上げたくなるそのようなことが身についたんですもう私たちのできることはすべてやったあとは神様に一切をお任せお委ねする 手術室に移動した後も医師と別の看護師が同じように祈ってくれた麻酔を打たれてうとうとしていい気分になるそしてその後にですね作家になる前医療現場で働いたことがあるから知っています看護師の方々は決して高い給料をもらっているわけでないことを毎日 忙しく働いて苦しい思いをしていらっしゃる患者を傷つけまいと気を配っているその心遣いその上祈りまで捧げていただいたら疲弊して空っぽになってしまうのではないだろうか無事に手術が終えて退院した後も時折あのお祈り手術は忘れてもあの祈りの姿とあの雰囲気はねと思い起こす。 未知の病気の患者を受け入れて慣れない業務とウイルスへの恐怖に怯えながら働く人たちがいる祈られるべきは看護師やこの現場にいるお医者さんたちではないか私ははっと「祈るの私の番だ」と気がついたということがつづってあるんだね。教会に来て「そうだ何か欲しい」ねそうすると「何かとありがとう」と。 ありがとうって言われる、なんとかいい気持ちだな、うちで試してみよう、今日のお話と同じですよ。今まで全体でもその一部、その関係の中で、今度は祈ってもらった、今度は私が祈る番だという、今時こういう状況の中で人々が、 全身全身にストップをかけられたのは一体神様はあなたに何を求めていらっししゃるんでしょうか横を見ながらあちらこちらでも見るその場も状況も許されない孤独のただ中にいるようだけれど目を高く上げて「そうか私の見るところは全体の一部でありその全体は大丈夫私は大丈夫の一員である」。 ここのことを繰り返し、そしてて実際にやってみる。そうすると最初のじゃはぎこちないしねどうもだって言ったでしょ洗うって言ったらね当たり前よたまにね私が作ってんだからねそう思ったって言うんだねでもみんな同じかもしれないでもその一歩先をどうも自分が言って嘘くさいと思うけれど皆さんあなたは嘘くさくてもいいんですねえ ありがとうは本物だからありがとうはあなたのものじゃないよあなたは嘘くさいつまりありがとう感謝っていうのはどうもそう思ってないしどの当たりもいいんじゃないのなんて思いながら言っても効き目あるかな効き目ありますなぜありがとうはあなたから出る言葉じゃないありがとうは向こうからあなたに与えられた言葉だから効き目があるいいですか 神様のの、ね、大丈夫はその通りですねあなたは神によって作られたいや全てのものが神によって作られた私はあなたのものだ2番目は私はあなたをあがなったどういうことですか理屈ではよくわかるいやあの奥様って素直だなうん私も方針に言ったけど、ね、全然スタッフの人ありがとう言ったかなうん。 忘れたな、な試してやったけど効き目がないまあそういうふうなわけでないけれどわかるけどしたくないやったけど続かないそういう環境私にはないさまざまありますね。皆さん私たちが豊かな光の世界にみんな生きることができるんだけどそれを遠慮する理由は山ほどあります。 でもあなたがその山ほどあるというのはつまり全体大丈夫という神様のメッセージでない世界に長年住み慣れているとどうも目を上げてこれらの作られた「大丈夫」をご覧なさいって言われてもやっぱりこうついこう頭をカクッと下げるのがね習い性になってしまうとあげるのがこう面倒くさいというか厄っというか照れるというかね。 つまりいつの間にかあなたと本物がそこにつながっているはずなんだけれど確かに線はあるけどそうなんでねオフになっている。そううでしょうつまり「死んでる」ってどういうことか思い出しますよね。その電子バシャ柱の上の方で専門のそのおじさんがね いろんなこの線の点検あるいを仕事をしている。そうすると向こう側にいるおいこっちは死んでるよ。こっちは生きてる。死んでるというのは電流が流れてないってことだよね。私が死んでるってどういう意味？電流が流れていない。だからスイッチパチッパチッパチって入れるけどパッとつかない。これを罪と言います。 なんかこう罪って言われると何だかこう罪人っいうか悪人扱いしてつまりあなたが死んでいる線はあるんだけどそこに電流が流れていないからねその電気洗濯機がね動かないそういうことですよねあ,あそういうことか私はあなたをあがなったという意味はそれをもう一度本来のあるべき姿に 神様はあなたに直してくださいましたよというのが私はあなたを贖ったという意味ですすなわち私たちが最初のうちはねそうだ全ては感謝だありがたいねっていうふうにそういう仲間だったのにそのぐらい当たり前よというふうにいつの間にか持っていかれている間にね その電流が流がれないつまり感謝のエネルギーがいやその単語がどっかに行ってしまって愚痴や不満はスッとできるけどありがとうっていうのはなんだか使いづらいというか使い慣れないというかね使っても嘘くさいとこういうふうにつまり自分発信になっているので本物発信だと決してそう思わないんだけどいつの間にか自分が自分が。 神様ににななっている自分が物差しになる人間関係でもしあなたが「いやもう」というのは簡単ですあなたが正しいと思うからですももちろん正しいこともあるでしょうでももし神につながる本物の正しさであれば正しい人ほど相手が間違ってる人に「ごめんなさい私が不十分だったと思います」とその相手の間違いを拾ってなお共に天を見上げるという世界がそういう世界が そうクリスチャンの特権ですよねそれがありがとうつまり神様に目を向けるうんなんでねしてくれないのというふうに言うのか、ね、いやしてくれないんじゃなくて私がちゃんと伝えなかったらごめんね何か本当は100%がどう見ても客観的に見ても、ね、あなたのほうが正しくて、ね、相手のほうが全て悪いとしてもいやー よくお父さんお母さんが子供さんの相談でいらっしゃるなんでこんなに苦労しもう食うものも食わずこんなふうにしてやってんのにんでうちの子がこうなったでしょう、うん、そうですよね一生懸命なさって本当にそうしていらっしゃる人ほどねたまにはね「いや手抜いだからもう当然こうなったんでもう自業自得です」まあそういう人もいますけどねそうしたら来ないからね。 悩まないもんだってでもねなんで皆さんもそういうふうにお友達にねその状況を見て提言するでしょう。親なんだから仮に100%親が正しくても子供が100%正しくてもお父ちゃんお母ちゃんのねいやー心遣いに不十分さがあったのかないやそんな気もするな謝るのはお前じゃないよ。 ね、このいいでしょうなねだからあなたが言うんだけどね謝るのはねお母ちゃんの方かな。ともそのねイエス・キリストがあがなったということは罪がない神の子であったにもかかわらず全部私たちの汚れを背負って身代わりとなって死んでその マイナスの世界からあなたを買い取ってこれをあがなったというのでうんそんな生き方ができたらできますともならばよくわからないけどそのキリストさんを私もお手本にします先生にしますえ、まあ、今までは自分が中心だったけどもう自分のねもう自分に我流にこう練習したからでも本物であるあなたをお手本として 私の人生を愛います。そして大丈夫を私が体験し大丈夫をどなかで差し上げたいこういうことですね大丈夫となぜ言えるのかそれは私はあなたをあがなったですからヨハ波の第一の手紙の一章の9節、もし私たちが自分がその通りだ本当にオフになっているということを認めそれを罪を告白すると言いますがするならば神は真実で正しい方であるからその罪を許し すべての不義から私たちを清めてくださる。つまり、ああ、こういう世界もあるんだという世界を、あなたご自身が体験し、体験したあなたがその人を変えることはできないけれど、あなたの中にある真理が、ね、あなたにある本物があなたを通過して、あなたと周りをご一緒する。こういう人生が大丈夫人生で三つ目。なぜ大丈夫と言えるのか、 私はあなたの名を呼んだ今までのところ全て忘れられてもここの一つをしっかり覚えていただくことがあなたのこの一週間の力になると思う。えー、神様って私の名前呼んでくれてるの皆さん名前を呼ばれるだからね人間関係でもビジネスでもねとにかく名前を覚えなさいフルネームで読みなさい、ね、こういうふうにこう、まあ、それは人間関係の、まあ、ベーシックですもんね。 神様はあなたを呼んでるよ、うん、フルネームであなたをね、えー、呼んでそしてあなたのことを関心がありあなたのことをおもんばかってるよでも聖書で言うここで言う名を呼ぶっていうのはあなたが佐藤和子さんで佐藤和子さんというふうにね磯貝さんっていうふうにあなたの名字と名前を呼ぶ。 もちろんそれは当然ですがでも同姓同名もあるでしょう聖書が「私はあなたの名を呼んだ」というのはねあなたの意識今意識で聞いてますよねうんそれ面白いでそうだとこう判断しながらね意識そして今度は無意識無意識っていうのは時々忘れたりね思い出したりっていうねその次との中間です。 でこの辺がよく夢で出てくるところがありますがでも一番肝心なのはね一番その一点の真ん中にあるもの、まあ、これをりんごで言うと誰でも見えるねそうあなたの、ね、名前と同じように外側、うん、そして真ん中無意識そして一番真ん中のりんごで言うと種名を呼んだっていうのはね あなたのいいですか命に呼ぶ命に触れる命とつまり私たちは面それから線右と左ねはいでも始まりは点ですよね点あなたというさまざまなねあなたにいろんなことがあるけれどあなたの最終的に中心にある命種に お元気ですか大丈夫だよというねメッセージを「あなたには聞こえないでしょう」聞こえない音たくさんありますもんねイルカやコウモリは人間が聞こえない音をねキャッチするそうですけどもでもね聞こえないそれを神様のね電波であなたの一番真ん中の点に「大丈夫だよ」 論拠,論拠は説明ですから意識か無意識意識か無意識じゃないんだ。ただひたすらねあなたに「私はあなたをあがないあなたを作りあなたと共にいるよ」どんな過去もどんな状況もすべてあなたが天の窓を通して見るときにそれが宝に変えられるんだよという あなたがその声をいつも聞いいいてらっしゃるいや神様あなたに飾っておられる聞く術はどうするやっぱチャンネルを合わせることですねラジオでもその,その曲に合わせた周波数そして聞こえるように神様礼拝堂でいやお家で。で神様今私は大丈夫だというこの時代は物もお金も旅行も でもそれが閉ざされてこれは何故ですかはい分かりましたどんな状況でも平安それは神様という一点と私の人生体全ての中心点の一点種つまり命とがパチンとつながっていくつながるだけじゃなくしてその命が自分の中から結果となって現れてくるこういうことのために 神様はこの状況を与えてくださいました。どうかこのチャンスを逃すことなく。やがてコロナも消えて、またすぐいつものように戻る日が、すぐそこまでやってきている。でも、うん、戻って、あん時、やっとけばよかったということをないために、今この状況下であなたが、神様があなたに期待していることは、本物の大丈夫は、 私はあなたの名を呼んだ。私の存在。私の学歴。私の状況。場所はどこにいる関係ない。過去がどうであろうと、今どうであろうと、今後どうなろうと。それらの一切の意識、無意識じゃなくして、一点の中心、存在。あなたがそこにいらっしゃる、その命に向けて、その命は、 永遠だよ先ほど言いましたね「その永遠の命」っていうのが分かんない、うん、分かりますよ神様どうぞ私の中にあるねこの存在私が女男学歴そんな関係ない私が今心臓動く心臓動いても動かないいや私が作られる前から作られたいやこのお墓に行っても私のね存在の中心であるね」。 私の名というのは誰でもないこの昔の私でも今この瞬間に「大丈夫だよ」「大丈夫だ」「すべてのことが相働き的となる」「どういうふうにどういう形わからない」「でもあなたがそうおっしゃるんだから信じます」と言った瞬間にまだ来ていないね。 その永遠の命つまり限りあるあなただけど限りない祝福を先取りできるこういうことです。ように感動しましたのはまあ皆さんも一生懸命いろんなことをね健康のことお仕事のこと勉強のことさまざまなことを皆さんも、ね、まさに一生懸命努力なさっていらっしゃると思います。努力をそれでもそれももね なななかなか結果が出ないスポーツの世界勉強の世界人間関係の世界さまざまありますけど一つの、ね、どこにも共通する私が感動しましたのはそのダイエットをし、ね、したいどうしてですかもちろん見栄えということもあるけれどやっぱり健康だやっぱりどうしてもねもうお医者さんがね何キロあととしなさい 血圧のためにあるいはさまざまなね多くのこの障害をもたらすそういうことも言われて何回も何回もそのさまざまなねこの施設に行ったりいろんなことをしてこの健康な体重をもと思ってやったけどみんなうまくいかなかった。ええ。 ね、でもこの肝心なこの命無意識わからない人間っていうのは意識でねよし明日早く起きるぞよしこのぐらい勉強するぞよしもう無駄遣いしないでこうするぞ意識がこの真ん中にあるね命に命令するわけです。でも意識がねあなたがこうしたいこうすべきだっていうものが自分の中心に 指令しても、ね、人生はあなたの命が意識を支配してるんだよかるもうこんなことをしないっていうふうに決めた意識がねまた同じことをしてしまうそれはなぜかというと意識じゃなくて命一番ね司さどっているそこだそこでこの3人,3人の人に聞いたおののね違う。 調べたところねどうして私は食べるのかっもったいないって,てもったいないだからもったいないからねまあ私の年齢の紹介でしょもったいないもう本当に私もねもったいないってゴミでも拾ろいろとあるからもうでそのゴミの中に本物を忘れたりしてねだからそのもったいないからね食べるんだってわけよところがねもったいないから食べるでしょ で太るでしょそのためにその人はこの投石一歩手前まで行っただからどっちがもったいないのかねその目の前のものをねできないでその要するにあそうか結局私の意識は理由は分かったけどできないこれは大元だ二人目の人はこう言いましたみんな三人ともねきれいにダイエットできた人なんだよ。 二人目それはねこの時々パッパッとねお腹がね小腹がすくっていいますねあとこうふくふく感があるんだって日中ね時々そういう時にちょっちょっと食べちゃうってわけ。そしてその専門的な意識の世界ではその小腹そういう時には運動しなさいっ、ね、運動すると、ね、脳がね何やってんだよ ほらエネルギーエネルギー運動どこじゃないだろうっていうふうに言うんだけど運動すると食べさせてくれないためにしょうがないじゃあもう倉庫から出そう倉庫みんな持ってるでしょほら倉庫ね倉庫から調達するんだってこういうふうにできてるとだからそのなるほどって分かったけど理屈は分かったけどそういかない3人目の人はね とにかく食べると安心する。食べると安心する。だから、でもどうしてもね、その、その安心のために食べるなって言われても、意識では、山ハドの知識ではわかるんだけど、でも全然効果がなかった。ところが、これを指導した先生が、人にはできないが神にはできるよ。人間は大丈夫の論拠は、 知識や感情、ね、じゃなくて一番中心の種、命。ここにね、ここだよ。あなたが祈るときには、あなたは私の名を読むっていうのは、ね、食べたら食べないじゃなくして、ね、私がここにいる、それで食べても食べなくても大丈夫だよ。 というそのことがどうぞ精霊様によって私の中心まで届きますように1ヶ月ねお祈りしたそうです。3人ともねその祈りによって「大丈夫」の論拠はあなたの名を呼んだ名を呼ぶというのは私の存在つまり自分のよくわからないね無意識つまり自分を支配している中心軸に そこに私の信じる神様は力を与え知恵を与え工夫を下さるどうぞそのようにたくさんの誘惑は頭で分かっててもそのようにできません私ができるんじゃなくしてあなたが私の中心軸にどうしてあなたたちそういうふうにできたのもうね小腹が減ってもつまみもしません かつては食べることで満足してましたけど祈りによって祈ってね心の平安が与えられこれをひとたび味わったらねもう昔のねそういう癖に戻らないこういうんだねもったいないっていう思いなくなりました皆さんあなたにはダイエットの問題ではないでしょうしかしみんな宿題がある。 さまざまな状況であなたのあるいはあなたの関わってる人にいや孫のことなんだじいちゃんのことなんださまざまな部下のいやさまざまのでも全てああそうか結局名を呼んでくださる神様は私の中心の種命にえさあこっからだよ りんごの中に何個あるかということは割って、ね、幼稚園の生徒でも数えれるまあざくろだと多すぎて幼稚園に無理だとしてもりんごはねりんごの中にりんごの種は何個あるということは幼稚園の生徒でも数えることができるけどりんごの中に 何個の種があるかは幼稚園の生徒でも数えることができるけどその1個のリンゴからいくつのリンゴが生まれるかは誰も数えることができませんあ,あそれが永遠の命ということかその通りです永遠の命それイコール大丈夫 の窓を通して私たちの人生を見るとどんなものにも意味や価値どんな状況もいいなそれを味わいそれを皆様にお分かちする昨日よきお働きをしてくださる先生が東京の大きな教会そこから今工場教会に来てご報仕してくださる先生が 「いやびっくりししたたんだよ来た時どうしていやある人がね今日もほら体験談があったでしょその人がね「いや私ね刺激がありましてチャーミングなレディーですよ私はもうパチンコやめられないんです」みんなああいうこと言ってるで終わる時に「これからもこのあと行く予定です」みんな笑ってるっつう、ね、そんなこと許されるはずがないってね即刻 ね、でもそこではねみんなそうって言ってねだからギャンブルするとかしない、ね、もちろんしなさいって言ってんじゃないよするもしないもそれは表面のね意識無意識でもそうさせざるを得ないそれは寂しさか孤独かみんな違うけれどその一点に関わり関心を持ってくださる。 というね、だから皆さんはそれを聞いてそしてこう微笑みを持って包むのは「大丈夫だ」「あなたの名を呼ぶ命にその点と点がつながってるから大丈夫だよ」というそういう皆様からのね応援をもらっていく「大丈夫」の論拠はどこにあるのかそれはあなたの名を呼んだ。 太郎さん花子さんという名前もさることながらで「あなたが存在しているそこ」もっと言うのは「あなたがこの地上に生まれる前からあなたの名を呼び」「あなたがこの地上を去ってもあなたの名を呼び」つまり「あなたを永遠の御手の中であなたは存在しているんですよ」それがあなたの名を呼んでくださるという中身です。 どうか神様そのことがなんとなくわかるんだけど、ストーンと落ちて、そして彼女のようにそれが生活の現場で、それが花開いて、つまり命の種が芽を出して、無限の可能性の中の今日一日として、神様どうぞ私を育て養い。誰かが私のありがとうを通して、 誰かがさりげないい振る舞いを通してあ神様が見えた永遠が見えた皆さんあなたはそのためにこの地上に神様から贈られた人ですからお祈りします。